皆様お待たせしました。それでは訓練を開始します。勉強開始。後方上空をご覧ください。偵察用のヘリが侵入してきました。ヘリの制空機構により強い風を受けますのでご注意ください。ヘリ偵察こちら中隊長、速やかに敵の上空を目指し降下せよ。赤の台に敵部隊の陣地を発見。こちら中隊長了解。引き続きレンジャー部隊および地上偵察部隊を投入し、さらに敵情を解明する。中隊長はさらに敵情を解明するためレンジャー部隊および地上偵察部隊を投入します。左手をご覧ください。レンジャー部隊を乗せたヘリが侵入してきました。前方のヘリコプター UHO は13人乗りで、全員物資の輸送等さまざまな目的に使用される対応とヘリコプターです。今回はレンジャー隊員を飛行中のヘリコプターからトロトロ拾って降下します。
こちらは地上偵察し、敵陣地に重機荷重、この前面に地雷原を発見。こちら中隊長、了解。地上偵察部隊は離脱せよ。中隊は直ちに赤山を攻撃せよ。各部隊の偵察結果をもとに赤の台に対して空地一帯の攻撃をするように決定しました。左手をご覧ください。後者部隊の丸3式中距離地対空誘導弾およびレーダーが我が作戦地域の安全獲得のため発射装置を準備しています。その右に位置する特化部隊の大砲も射撃準備をしています。中隊長、こちら特化攻撃準備射撃準備完了。了解、パーティーに射撃せよ。こちら特化、了解。皆様、特化の大砲が2回射撃します。大変大きな音がします。ご注意ください。特化、射撃を。ついてて。射撃により前進陣地の敵が離脱した模様です。処理者、こちら中隊長、前方の地雷原を処理せよ。こちら処理者、了解。左手をご覧ください。障害を処理するため鉄火部隊の地雷原処理者がグラウンドに潜入してきました。地雷原処理車は鉄火部隊の保有する装備であり、最高時速50キロ、上部に2連装の発射装置を搭載し、爆薬も搭載された処理弾を投射することにより戦車が通行可能な通路を瞬時に開設することが可能です。また車両別装に装備した対応装置やレーダータッチ装置、発射発生装置等のタッチ装置を装備しております。こちら処理車、操作準備完了。こちら地位対象、了解。パーチに処理せよ。取り出す操作5秒前4、3、2、1、操作。転覆していた敵遊撃部隊が前方に現れました。
速やかに消防署。現在対処している隊員は陸上自衛隊の中でも特別な格闘技訓練を受け、容赦なく襲いかかる敵をあらゆる手段によって対処できる格闘のエキスパートです。今回は武器のない状況下において素手のみで遊撃部隊に対処します。絶対に立ち入れないようご協力をお願いします。